昨日から東京ビッグサイトで開催されている東京インターナショナルギフトショー。各メーカーがプレゼントにぴったりの一押し新作グッズを発表する国内最大級の見本市です。参加企業は国内外の2500社、展示商品はなんと300万点以上。そして今回テーマは、これは楽ですね。ここ最近の不景気から安い上にプラスアルファの機能がついた便利グッズ、そして光熱費も節約できるエコ関連グッズが多く発表されました。まずはこちら、これ何ですか？すいません、はい、これみんな同じようなもの着てますけれども、はい、これは何ですか？こちらですね、アメリカでも大人気の商品の着れるバスタオルなんです。腕を通すとこんな風にワンピースのように着ることもできますし、うん、私みたいに片方掛けでワンショルダーで着ることもできて、いろんな着方ができるんです。お風呂上がりに巻いたバスタオルがずり落ちる、そんな誰もが経験したことのある悩みもこれで解消。着ることができるバスタオル、さらにこんな使い方も。私みたいにお洋服の上から着るとエプロンの代わりにもなっちゃうんです、はい、お風呂掃除とかワンちゃんのお風呂とか、はい、赤ちゃんのお風呂とかとても便利なんです。前から、はい、はい、着ていただいて、これで最後の穴も、はい、右手に通していただくと簡単に、あったかいですね。そうなんです、冬はブランケット代わりにもなっちゃいます。アメリカではすでに大人気のバスタローブ、日本では3月発売予定です。これあでも女の子って確かにバスタオルでうろうろするんでね、お風呂上がった後にね、どこに手入れたらいいんだか分かんないけど、この辺じゃないかな、この辺、はい、なるほど、はい、赤ちゃんを入浴させる、お風呂に入れる時にお母さんがこうすることで汚れないということなんですね。なるほど、なるほど、使える。あと犬洗うとかいいですね、そのままコンビニに、ね、行かないよね、押していただくと動くんですよ。分かりました、いろいろありましたね、はい、そして今日は視聴者の皆様にプレゼントがあります。